はい、こんにちは。おはようございます、あきねです。知ってるか、ね、今日もまた一日撮ってくんですけど、今日はいつもと違ってちょっといろいろ出かけたりするんで、よかったら見てってください。で、今日の髪型は結構元気なブロッコリーって感じで、28点、30点には及ばんなってことで、どんどん撮ってくんで、で今は11時ですね、朝の。ちょっと寝すぎた、マジ最高、マジでいい夢見た。で、そんな感じで撮ってくんで、まず今日の一日としては、いつもお世話になってる人、いつもお世話になってる人に、職場でその人三浦春馬好きって、三浦春馬さん好きってことで、ちょっとなんかアマゾンでいいやつ見つけたんで、それを渡して、あとは久しぶりに、ちょっと時間かかるけど母校に行きたいと思います。で、その動画もまた上げてると思うか、先上げてるか分からんけど、まあよかったら見ててね。じゃ、ここの前来てるんですけど、ここの前来てるんですけど、いやー、まあ結果はまた動画で、さっきの後になるか分からんけど、また言うんですけど、ちょっとでも懐かしい気分になった。俺とか友達全然いんかったけど、元から。そうけど懐かしい気分になった、なんか初心を思い出すみたいな。分からんけど、ネタがないんで、どうぞネタにしておこうかなと思って、でチャリでもう4時間かけてきたんで、また4時間かけて帰ります。ファック、おニャニャ、いい感じ。アデュー。じゃあ今からそのお世話になってる人に三浦春馬さんのグッズを渡しに行くんで、でまあ喜んでもらえたらいいんですけど、そのあれ袋まず買っていきたいと思います。じゃあな。で、今お世話になってる人、職場のお世話になってる人、ずっとお世話になってる人に、もうすごい優しくしてもらってて、いつもめっちゃもうお世話になってるっていうか、人にパズル、三浦春馬さんのグッズ渡してきました。結構喜んでくれたみたいで嬉しかったですいやでも喜んでくれたら嬉しいですよね。そうだから笑顔が見れたんで、今日はいい眠りにつけそうです。で、まあこれからまたジャンピラフ第6弾ぐらい作っていくんですけど、また動画上がるからね。で、また楽しみにしていてね。じゃあやっていくぜ。で、今からまた原料の飯買っていくんで、まあそれとか仕込みとかやっていくんで、買い物行ってきます。まあ、近くにだいたいチャリで5分ぐらいあったらスーパーあるんで、そこ行って、まあ、適当に買って、まあ、いろいろ調子していこうかなって思います。バイバイ。で、今帰ってきました。すげえ、やっぱ晴れの日にチャリこいで、なんか風感じながらカラオケして、一人でね、カラオケって普通に歌ってやるって最高やなと思って、で、なんかめっちゃ幸せって感じます。なんかほんま気持ち悪いこと言うけど、もうありのままの自分を、でもかっこつけず俺は動画にしていくんで、動画載せるってずっと決めてるんで、いやでもマジでほんま幸せやなってマジ感じます。すごい幸せ。これで YouTube でどんどん伸びてったらもう言うことないんですけど、なかなか伸びんね、なかなか伸びんけど、すぐ伸びてもおもんないやな、だからちょうどいいかなと思ってます。めっちゃ面白いな、今なんか人生クソ楽しいなと思って、いい感じ。けどこうやってちょっと調子乗った時が一番危ない。事故る可能性もあるし、何か刺される可能性とかあるし、今こういう時ちょっと調子乗った時が一番気をつけたいと思います。で、あれなんですよ、もう今の考えとして、あ、じゃあまず今日、やってきたものとして、買ってきたものとして、また漫画借りちゃったんですよ。呪術廻戦とワンパンマン。めっちゃいいっすよね。いいな。もうこれもまた読んでいきます。もうワンパンマンめっちゃ読みたかったね。で、またじゃーん、ワンのコーヒー、なんかブラックハマっちゃって、美味しさは分かんないんですけど、やっぱでも全然違う味が。井上さん、マッスルウェルの井上さんはこれが美味しいって言ってて、甘くてベッコアムみたいな、でも結構確かに甘い、無糖やのになんか全然ちゃうって思って、まあそれだけなんですけど、でもすごい全然ちゃうわ、コーヒー美味しいかもしれない、ちょっとハマった。まあ、これから飯食って、またジャンピラフ5段作って、で、まあ筋トレ
筋トレはもう毎日どんぐらいの必ずしてるんですけど、30分か40分ぐらい。まあその動画はまた別の動画で上げたいと思います。で、久しぶりに母校行ってきて、まあ前の動画さっきも言ったけど言ってきて思ったのは、まあ、風情も大事やけど、すごいなんていうの、懐かしい気持ちになったっていうか、ずっと俺、まあ前の動画でもある通り、まあ今は親友2人いるんですけど、で1人仲いいやつがいて、ずっと仲いいやつがいて、高1から高3までちょうど名字的に俺の後ろで、俺の次ですごい面白いやつで、今東京にいると思うんですけど、いやマジで懐かしい気持ちになって、俺そいつがいたから楽しんで学校生活を送れたかなと思って、めっちゃ面白いやつやったんですよ。まあ今も面白いと思うけどね、今はあんま喋ってないから、けど面白いやつで懐かしいなと思って、まあ高1と高2も楽しかったんですけど、高3が一番楽しかったなと思って、いやそいつなかなか学校はもう今日来んやつで、そうで、まあ俺が学校今日行くって聞きよるんですよ。でそしたら行くっつって、まあそしたら俺も行くみたいな感じで言ってくれて、いやその子はほんまにいい子でいいやつで、マジでまた一緒に飯行きたいなと思って、多分見てるか分かんないですけどね、見てるか分かんないけど、またなんかこの前 LINE した時 YouTube 頑張るよって言ってくれて、俺そいつはほんまに今でも大好きなんで、気が合う仲間っていうか、まあでも俺と伺ってくれた人なら分かると思います。特に高3とかすぐ多分俺が一番仲いいってやったらあいつなんで、ほんまに多分見てくれてるやつも多分分かると思うけどね。そうですね、あとは初めて好きになった人を思い出して懐かしい気持ちになって、まあ前に俺はもう思い伝えて、思いっていうかずっと好きやったっていうのはもう伝えて、もう俺はもう悔いないっていう状態なんですけど、俺死ぬんか、すぐ死ぬんかって話なんですけど、まあでもしっかり思いは伝えられたんで、まあでも元気そうでやってて、一人暮らししてやるらしいんですけど、よかったです。楽しそうで何よりやって、めっちゃ黒が似合うんですよその人、めっちゃ黒が似合う人、すげえ、多分女優さんとか抜きにして芸能人とか抜きにして俺が直で見てきた中で一番めっちゃ黒が似合う人で、その人のこともまあ気持ち悪いんですけど思い出して懐かしい気持ちになったなと思って、まあ、あとは対して、まあ、部活動の可愛い後輩ちゃんとか、後輩とか先輩とか俺めっちゃ好かれて、自分で言うのないけど、結構好かれて、結構なんて言うの、慕ってくれやる人とか多かったんでめっちゃ気持ち悪いこと言うとね、これであんま慕ってくれてなかったら恥ずかしいだけなんやけど、けど俺はそう思ってて、でその懐かしい先輩とか後輩の部活動の雰囲気とか懐かしい気持ちになって、もっと俺も今頑張らんとなと思って、その人らは今何してやるか分かんないんですけど、でも俺をまあ、キャプテンに推薦してくれた人とか、まあ、いろいろ後輩からのやつもあったんで投票とかもあったんですけど、でも俺は大好きな先輩がまあ一人いて、みんな大好きやったんやけどね、みんな先輩大好きやったんやけど、一人一番大好きな先輩がいて、もう顔もかっこよくてスタイルもよくて身長も高くて、でバスケがめっちゃうまいんですよ。バスケめっちゃうまくて、男としてかっこいいなとずっと思ってて、男として俺はマジこの人かっこいいなと思ってて、すっげえかっこいいなと思ってて、1個上の先輩なんですけど、いやマジで懐かしい気持ちになって、だいぶ前2年前ぐらいに駅で会ったんですけど、すっげえかっこよかって、まあ俺のことすごいなんか、まあ俺は勝手によくしてもらってると思ってて、いやマジで、元気でしてやるといいっすねって感じです。で今ジャンプラーをこれから作っていくんで、でまた動画ちょっと長くなっちゃってごめんね、けど結構思い出して、まあ今も楽しいけどもっと頑張らんとかなと思って、身が引き締まったっていうか、身が引き締まったっていうかな、魚が俺はまあそんな感じ、キュッキュッてなった、股間が嘘まあでも楽しかったです。じゃあね、あ辛かった、うまかったね、やっぱピラフいいな、マジで美味しい。ピラフかリストとかもう分からんけどうまかった。で最近ちょっと考えなんかいろいろ考えて、なんかどうでもいいことなんですよ、どうでもいいことなんですけど、俺ずっと前から彼女欲しいって言ってるじゃないですか。で最近ちょっと思いがどんどん変わってきたなっていうのがあって、まあ、彼女欲しいっていうか一緒にいてくれる人、あと俺が守りたい人は欲しい、好きな人、まあ、今いるんですけど、そう好きな人
で、けどなんか最近なかなか難しいなと思って、なんやろ恋って本能じゃないですか。お前が言うで。で、まあ大して恋愛したことないけど、なんか付き合った瞬間いろいろ考えちゃうっていうか、なんか変な縛りっていうか、理性が最近勝ってまうっていうか、俺の目的って考えた時に必要あるかなと思っていろいろ考えてどうなんやろ、これは逃げなんかな、もうようわからんけど今そんな感じ、ようわからん状態。多分自分のことが満足してできて、初めてそうやって人になんか愛を注ぐっていうか、そういうのができてくるんかなって。まあ俺も自分のことできてると思ってるんですけど、でもまだ全然できないと思うんで、いろんな面で見てね、だからそういう面で必要ないんかなって最近思い始めて。でも黒色が似合う人めっちゃ可愛いんですよ。はい、めっちゃ可愛いです。そんで足目にしてみろって惚れます。そう、惚れるのは簡単ないけどな、俺とか特に一瞬ね、なんか長いこととかじゃなくて、まっすぐみたいな。いやー難しいですね、なんか人と付き合うって。最近そんな感じしてきました。前なんかいろいろ、前は全然、この前つい最近までちゃうかったんですけど、なんか最近ほんまつい最近そう感じてきて、こうやって考える時点でもうアウトなんかな、分からんけど。ってことで、まあ漫画読んできます。じゃあにー。で今日もあと編集して筋トレして、でまたずっと筋トレして、でまた編集して、でアニメ見て寝るっていう感じなんで、で今日はこんぐらいで終わります。ちょっと眩しいけどごめんね。でまあそんな感じですかね。今日はいろいろ編集じゃなくて動画撮りに行ったりしてて結構時間かかっちゃったんですけど、まあでも休みの日はとことん予定入れてやろうと思って、人生一回きりなんでね、うん、だからこんなもんすかね。まああんま前と変わりなくてごめんね、けど見てくれてありがとうございます。いつもありがとうございます。すげえ嬉しいです。じゃあバイバイ。